はい、皆様こんばんは。今回はですね、やぶや今池本店さんで、このチャンネルとは別の YouTube チャンネルを作っていたので、その様子とかメイキングとかね、普段どんな感じで撮るんだろうっていうのを見せながら、今回は YouTube を流していけたらなと思います。今後ろで評価をしているおじさんは16万人登録 YouTuber の小山壮太さんで、真ん中にいる子たちが、これ女の子ね、これ応援少女っていう名古屋のねご当地アイドルでございます。で、今撮影してる人がめちゃくちゃすごい映像を作る映像制作者です。まあ、ただ YouTube に関しては初めてだって言って、結構無茶ぶりで今これやってもらってます。で、中の雰囲気はかなり落ち着いた雰囲気で、これ階段うわー上がってっちゃったんですけど、真ん中にねこの子たちのポスターがあるんですよ。で、それを今こうやって見せてるっていう状況なんですけど、ちょっとねカメラワークずっと、まあこの子たちが喋ってるにもポスター映っちゃってたんで、僕が助けてあっちだよってやってあげたシーンです。すみません、ちょっとグルメのことがまだ全然話せてないんですけれども、もうすぐちょっとグルメのこともやっていきたいと思います。まあこんな感じで、いい感じの室内に対して、これシャガサーロインステーキかな、結構リーズナブルな値段で、こういう混ぜそばとか、これきしめんなんですよ。台湾きしめん混ぜそばっていう、もうザ名古屋飯っていうのが結構あって、でこれ卵がついてたですよね、さっき。で、卵を割れる玉割りっていうのも、あ、これがね台湾カレーってやつだ。結構その面白い名古屋飯がいっぱいあるんで、そこら辺はおすすめかなと思います。で、これはね卵が割れる麻婆豆腐です。インスタ映えにはいいかなとは思いましたが、まあただね、まあ他に彩りがあるかって言ったら、まあかなりシンプルなメニューなので、インスタ映えするときはカメラワークが大事だなと思います。で、これが創業20年から愛されてるトンちゃんです。これが塩トンちゃん、ちゃんとかき混ぜてからやらないといけないらしいです。かき混ぜずに僕やっちゃってました。で、味噌とんちゃん、そう、名古屋なんでぜひここに来た際は味噌とんちゃんも食べてください。これを見せたかったんです。もうちょっと焼き焼きそうだったな、ジュワーって感じが欲しかったんですけど。はい、そんな感じの大衆居酒屋、やぶや本店さんでした。めちゃくちゃ美味しくて、お手頃値段でいろいろ食べれるんで、あ、これね、名物。これめっちゃうまい。で、あとはお刺身も結構こだわってるようで、仕入れたてのやつ入れてるようなんで、ぜひね皆さん寄ってみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。また来週。